ねえ、後輩くん。スマホの画面ばっかり見てないで、私のことも見て。今日はせっかく休日で、私の家に泊まりに来てくれたんだからさ。なんか、もう少し、その、いっちゃつきたいっていうか。 もっとくっつきたいっていうか私は君の彼女なんだしもう少しかまってくれてもいいでしょねねえなんでさっきから私のことを無視するの さっきから私の話なんて一切聞かずに、スマホばっかり見て。はあ、いい加減にしないと怒るよそれとも、また前みたいに、お仕置き、されたいの 君はそれでも無視するんだね後で後悔しても知らないからそれじゃちょっと準備してくるから少しの間待ってて待たせちゃってごめんねって 君は反応してくれないんだったほら持ってきたよこれわかるふふ、<laughs> 手錠だよこれでベッドに縛りつけていっぱいいじめてあげるからね 冗談でしたごめんなさいあ、そうだった。口かせつけるのも忘れてたね。ほら、暴れちゃダメ。君は私のこと、無視するんでしょ途中でやめて許してもらえるとでも思ってたのそれに言ったじゃない。 絶対に許さないってほら無理やり抑えられて拘束されちゃうよ <laughs> それでも抵抗してるのよしこれでいいかな暴れても無駄だよ もう君は何も抵抗できない。今日はせっかく泊まりに来てくれたから、もっと普通にイチャつく予定だったけど。君のせいだし、仕方ないよね。大丈夫。私の両親は旅行に行ってるし、時間はいくらでもあるよ。だからそれまでは。 君が泣いても叫んでも、絶対に許さない。これは、私が君を愛してるからすることなの。だから、君も私のこと、愛して。無視なんかしないで。ずっとずっと、私だけを見て。 死ぬまでずっと永遠に二人で愛し合おう愛してるよ後輩くん。